明アルアジフレンチの説明をします。明アルアジフレンチは前を向いたまま腰をひねって、さらにその腰を前に放り出して蹴り足で半円を描き、直線を描き戻す。体をひねるときは腕をしっかり入れ替えて、上半身と下半身を逆回転させるようにして力強い力を生み出します。さらに腰を前に放り出す感じで、お腹から遠くに足が伸びるようにして大きい円を描くようにしていきます。踏み込んで行う場合はこのように踏み込みながら腕を入れ替え、さらにもう一度入れ替えて蹴ります。発展形として飛び蹴りにするとこのようになります。踏み込む足を放り上げて反対の足で蹴る。明アルアジフレンチの悪い例をお見せします。例えばまず腕を入れ替えないで蹴る。こうすると体がしっかりねじれません。それにバランスが取りにくいです。さらに腰が前に出ないで腰が引っ込んだ形のまま蹴る。こうすると小さい蹴りになってしまいます。軸になる足、軸足が伸びたまま蹴る、もしくは蹴ってる途中で伸びるのも後ろに腰が倒れてしまい、蹴りだけではなく最後の終わりの部分までうまくいかなくなってしまいます。ベンさんの説明をします。ベンさんはいわゆる前蹴りですが、直線的に出すのではなく一回膝を胸に寄せ体を丸める形を作って、それからそれを開く。一回溜めた力を解放するように使います。腕を入れ替えながら行います。発展形として踏み込んで蹴るベンさん、踏み込むときに腕を一度入れ替え、さらにまた入れ替える、さらにその先に飛んで蹴るやり方もあります。悪い例をお見せします。体がまっすぐ立ったまま足だけで蹴る、もしくは体を丸めてるつもりだけど最初の時点で腰が前に出てしまい、次に動くのが膝だけになってしまう。こういうことのないように一度しっかり丸めて、その後しっかり開くようにして行います。マルテーロの説明をします。マルテーロはいわゆる回し蹴りですが、カポエイラなのでジンガからしっかり行います。ジンガの後ろにある足で蹴るのが基本の形、それをまたしっかり戻してジンガに戻ります。軸になる足を親指の付け根を中心にしっかり回転させる。回転させるときはこの軸足、かかとが前に向くぐらいしっかり回しましょう。それによって体がしっかり、腰がしっかり横向き、大きく蹴ることができます。
蹴る足の足首は伸ばす。そして腕を入れ替える力を利用して力強く蹴りましょう。発展形として踏み込むマフテロ、腕を入れ替えながら踏み込んで蹴る、さらに飛んで蹴るマフテロもあります。マフテロの悪い例をお見せします。軸足が回転しないまま蹴る、これだと腰が回らずしっかりと蹴れません。少なくとも90度は回す、できれば180度を目指しましょう。腕が入れ替わらないのも良くないです。腰を回す力が生まれにくいです。腕をしっかり入れ替えてブレーキをかけながら勢いをつける。そしてしっかりジンガに戻します。かかとに体重がかかったまま軸足を回すのもバランスが取りづらいので気をつけてください。親指の付け根にしっかり体重をかけて蹴ります。アフマーダを説明します。アフマーダは上半身を1回転させてから蹴ります。後ろにある足の方に体を回転します。右足が後ろの場合、上半身は右回転をしてしっかり顔も胸も前を向いたらガードをしながら右足で蹴ります。最初のうちは歩幅を狭くした状態で回す。このやり方で練習してください。ジンガの歩幅が大きい状態ではなく、蹴る時だけ歩幅を小さく、ですがあくまで右足は後ろ、その状態で右回り、前を向いて右足、蹴った足はしっかり後ろに置きます。蹴っている間、遠くに足を上げるには胴体をしっかり使えます。腰を前に出してその力を使って足を放り上げる。体をひねった力プラス腰を前に放り出す力を合わせて大きい蹴りを蹴ります。発展形として踏み込むアルマーダ、後ろの足を一歩踏み込む、その次にもう一個の足をその足の前に置き振り向いて蹴る。一歩目を踏み込む時点で上半身はもう回転を始めています。歩きながら回る感じです。さらに飛んで蹴るやり方もあります。悪い例をお見せします。上半身が回転しきる前に蹴るとどこを狙っているのかわからない蹴りになってしまいます。さらに回転するときに後ろにあったはずの足が前に来てしまうと変なところを蹴ってしまいます。上半身と下半身が一緒に回転してしまうと同じく変なところに足が出てしまうので非常に危険になってしまいます。アフマーダのバリエーションをお見せします。まずはアフマーダコンマフテロです。空中でアフマーダとマフテロを蹴ります。次にアフマーダコンメイアルアジフレンチです。空中でアフマーダとメイアルアジフレンチを蹴ります。
傾斜打の説明をします。傾斜打も体を回転させる蹴りですが、ステップをしながら回転させます。まずは横を向く、横向くエスキーバーをして、前にある方の足を横に進ませる、後ろにある足を前の足があったあたりに持ってきて足を交差させます。その際に上半身をひねって前を向いて蹴りを放り上げます。横を向いて前の足、後ろの足、前を向いて蹴る。蹴っている間両手でガードをします。上半身をしっかりひねる。2個目の足を置くときに同時に前を向きます。発展すると飛び蹴りになります。まずは蹴りが床から離れた後に飛ぶ飛び方、さらに飛んでから蹴るやり方があります。後ろの足を上に上げて床に置く前に飛び上がって反対の足で蹴る。悪い例をお見せします。横を向いて一歩出して、次の足の歩幅が大きすぎると前を向いても足が上がりません。歩幅を狭くして体をしっかりとコンパクトにまとめた回転をさせてから蹴るようにしましょう。アルマーダと同じく体が前を向かない状態で蹴ると変なところを蹴ってしまいます。メイヤールアジコンパストの説明をします。メイヤールアジコンパストは手をつく回転蹴りです。まず前にある足のつま先を真横に向けます。その時一緒にお尻を前に出す感じで体重を前の足に思いっきり乗せます。そして手を中に入れます。手と手の中から前を見ます。手をつくときに中途半端につかず、しっかり中に、足と足の間の中に入れます。そして後ろの足を前に出す。蹴る足はかかとを真横にします。蹴り終わりは真後ろに戻して、立ち上がったら陣下に戻っています。後ろに体重をかけることなく、前に全部体重を乗せる感じで前へ前へ蹴りを伸ばしていきます。発展すると踏み込んで蹴る蹴り方になります。悪い例をお見せします。前にある軸足が最初につま先横に向かないで蹴ると、これまた変なところを蹴ってしまいます。このつま先の方向でまず蹴りの向かう方向が決まります。さらに前の足が伸びていると、この足は軸になる足なので、この足が伸びていると蹴ってる途中で後ろに体が倒れてしまいます。最初は曲がっていても、蹴りの途中、蹴りが伸びきるときに一緒に軸足を伸ばしてしまう人も多いので注意が必要です。さらに手を置く場所も気をつけます。あまり後ろに置くと後ろに倒れてしまうので、軸足である前の足の近くに両手を置いて後ろに倒れないようにして蹴ります。
柴田の説明をします。柴田は無知という意味があるんですが、上半身をしっかり下げて蹴りを無知のようにしなやかに出します。歩幅を大きく開いて出した足の膝を曲げて側転アウのように両手をついて脇腹を伸ばしてから蹴りが出ます。蹴りは足首を伸ばして足の甲で狙います。両手をしっかりついてその後蹴りがしなやかに出る。片足が後ろに下がった状態から蹴る場合は外側に両手を強く置いて一気に1回転して蹴ります。顔が常に前を向いたようにして蹴ります。発展形として床から飛び上がって蹴るやり方になったりします。悪い例として下を見てしまう、手を横一列に置いて顔を中に入れないといけないんですが、この手の位置が斜めになったり真横になったりすると狙う場所が分からなくなったり前を見えなくなったりします。さらに顔が手の外側に出てしまうと脇腹が伸び力がなくなり弱い蹴りになる。さらに顔を守れない。そして最終的に下を向いてしまうので手の置き方には注意が必要です。そして軸足になるこの足はしっかり曲げ続けます。そうしないと蹴りの途中で伸ばしてしまうと蹴りの途中で後ろに倒れてしまいます。アウバチードゥの説明をします。アウバチードゥはアクロバティックな蹴り技です。片手をついて逆立ちの姿勢を作り、もう一個の手は顔を守ります。つく手と反対の方の足で攻撃をする感じです。逆の足は天井を目指します。悪い例を説明します。腰を固めて胴体を固めて行うと足が上がりません。お尻がぐっと天井に向くように脇腹を柔軟に使って行ってください。